ラキムはアメリカ合衆国ニューヨーク州ワイアン団地出身のラッパー、ソングライター。優れたリリックで知られており、ヒップホップの歴史上特に影響力のあったラッパーの一人として挙げられることがある。R&B 歌手ルース・ブラウンのおいであるラキムは若い頃からニューヨークのヒップホップ界に関わることになった。1984年にはイスラム教団体、 ネーション・オブ・ゴッツ・アンド・アースズに入会し、なお、ラキム・アラーと改名した。ライブでのラキム1985年、エリック・ビーと共に活動を開始した。エリック、B ・ビーラキムという名で活動し、ヒップホップ史の中で、ゴールデン・エイジ・ヒップホップと呼ばれる時代において、最も名の知れた存在、さらに後に影響を与える存在となった。ラキムの登場以前、ヒップホップの史は、 DJ が流す音楽に自ら即興で言葉を被せることから始まったという期限から抜け出せずにいた。つまり、規則的な表紙と、応印、単純な詩の内容を、最初から最後まで力強くラップしていた。その中で、ラキムは、サックスでジャズを演奏しながら、自身の詩の流れの原型を形作ろうと試行錯誤、していた、と語っている。 1991年に発表され92年に黒人ラジオでオンエアされたラキムの Don't Sweat the t e c h n i のリリックには科学者たちは本質を見出そうとしている。哲学者たちは未来を予測しようとしている。そのために連中は研究室にこもりっきりだ。しかし奴らはそれを飲み込めなかったしそうする資格も持っていなかった。自分の思想は自分の音楽を聴く。 物たちのためにある。さらに自分に反対する人々のためにある。すぐに受け入れられるようなものではないと表現されている。同曲はウッドベースを強調しジャズラップ的要素を持った曲だった。1980年代から1990年代前半、暴力が氾濫していた街中で多くのラッパーたちが自らの楽曲に教訓的な要素を込めることに共感した。 そしてラキムは、畜語的、比喩的の両方を駆使したラップを発表した。2000年代になって、オールミュージックガイドに掲載されたスティーブ・ヒューイの記事によれば、ラキムは、最もグレートな MC の一人であり、彼のライムの流れは滑らかで流暢、バックトラックの旋律とともに調子を変えてゆく、さらに落ち着き払った様子で、まるで汗もかかずにパフォーマンスをしているかのようだと、記述している。 デューク大学のマーク・アンソニー・ニールは、ラキムのライム、リリックに最大級の賛辞を与えている。ラキムのライムには、表面的な主題の先に、さらに深い比喩的な主張が込められていることもある。例えば、ラッパーとしてのラキムは、精神的、道徳的教師のようである。また、ラキムが批判したラッパーたちは、知恵の道を歩むことを拒否する人々を象徴している。 ライブでのラキム活動開始から4枚のアルバムを発表した後、1992年、エリック・ビーラキムは、たもとを明かすことになった。その原因は、印税に加え、レコードレーベルや、エリック・ビーとの契約、などがこじれてしまったことにある。それから4年間、ラキムは、アルバムを発表することはなかった。1997年、アルバム、ザ・エティーン・スレターを引き下げて、 復活を果たした。その中で、DJ プレミアや、ピートロックとの共演を果たしている。このアルバムには2種類のバンが存在し、一つには、ザ・ブック・オブ・ライフと名付けられたエリック・ビー・アンド・ラッキー、無時代のベスト版がセットになっている。アルバムは評判を集め50万枚を売り上げた。1999年、アルバム、ザマスターを発表するも、ビルボード誌のアルバムチャートで50位以内に入れず、 前作ほどの商業的な成功を収めることはできなかった。アルバムの評価自体も賛否両論だった。2000年代初め、ラキムはドクター奴隷のレコードレーベルであるアフターマスエンターテインメントと契約した。アルバムオーマイゴットの制作に取り組んでいたが、幾度もの音楽的方向性や参加メンバーの変更を経て発売が遅れていた。ラキムは このアルバム制作を行いながら、アフターマスが関わった数多くの企画に参加している。例えば、トゥルースハーツのヒットシングル、アディクティブ、ドクタードレがプロデュースを行った JZ のザ・ウォッチャーパートに、エミネム・主演映画8マイルのサウンドトラックなどである。しかし2003年、ドクタードレとの音楽性のズレを理由に、ラキムはアフターマスを去り、 オーマイゴットの発売は無期限に延期されることになってしまった。2004年4月27日、彼は子供の養育問題で逮捕された。14歳の息子の養育費として2000ドルを支払うことに同意し、翌日彼は釈放された。しかしこの結果、当日の夜に予定されていたローズランドボールルームでのウータンクランのパフォーマンスへの参加は中止された。 2004年、ラキムは新しいアルバムの制作に取り組んでいると語ったが、2006年現在、そのアルバムは発表されていない。最近では、ゲッティングアップアンセムパート1での共演を契機として、タリブクーエリのレーベルと契約するのではないかという噂が流れている。あらゆる噂は実現に至っていないが、ラキムは配給を受けるレーベルを検討中であることを明言している。 ラキムの最新アルバムの名前はザ・セブンス・シールと言われている。ただし、これもどのレコード会社との契約で発売されるのか未だ正式な発表はされていない。ありがとうございます。